アンバーニックさんに RGB30 のような、ゲームボーイとかを大画面で遊べる、正方形ハンドヘルド、出してほしいな、とずっと思っておりまして、なんかちょっと前に出てなかったっけ ?RG キューブなど出たものの、CPU 的にはかなりハイエンドで、ちょっとオーバースペック。そうなんだ。そして今回、どもども吉田です。アシスタントの全部白のルービックキューブです。RG キューブの廉価版のようなモデル、スペック金額的に、完全に対抗馬になる感じのモデルが出ました。そうなんだ。アンバーニック RG キューブ XXX とは、RG キューブ XX ハリナックスベース OS を搭載したいわゆるエミュキと呼ばれている端末で、アンバーニック社の XX シリーズの商品の一つとなっています。エミュレーターね。正方形ディスプレイを採用しているのが最大の特徴で、基本的なスペックは 3.95 インチ、解像度は 720×720、バッテリーは 3800mAh、チップセットは XX シリーズ同様に H700 が搭載され、カラーはブラック、グレー、ホワイト、前に出たやつとの違いは、過去に発売された RG キューブとの違いは主にスペックではありますが、十字キーの位置や寸法、ファンの有無など細かく変わっていて、同じ型を流用しているわけではないのも特徴。パッと見同じだけど違うんだ。金額は公式ストアにて10,499円プラス送料。金額はセールなどでよく変わるので購入時に各自チェックお願いします。ほいほい。開封内容物では開封していきます。よろしくお願いします。本体箱と専用ケースです。ケースは RG キューブと全く同じものと思いきや、十字キーの位置が変わっているので作り直してますね。強いな。本体箱はいつも通りの線画が描かれたデザインです。内容物はこちら、USB-C ケーブル、説明書。保護フィルムは含まれていませんでした。保護したい場合は各自用意しないとね。本体外観、今回は色は選べませんみたいな感じでメーカーから言われて、白が良いなと思っていたら白がわかってる。偶然でしょ。やはりボタンも含めたオールホワイトは非常に刺さります。シンプル、ミニマルな雰囲気を醸しながらも存在感がある、アンバーニックならではのしっかりとしたプラスチックの質感との相性が良いです。この路線は好きなので本当に続けてほしい。オールホワイトいいね。画面のにじみはもちろんなく、きしみもなくかなりがっちりしています。安定感のあるクオリティ、しっかりしてる感じ。ボタンレイアウトは右に ABXY、アナログスティック、スタートセレクトボタン、左に円形の十字キー、アナログスティック、M ボタン、メニューボタンです。RG キューブでは左スティックが上でしたが、本モデルでは両スティック下側、CPU スペック的にハイエンドなゲームを遊ぶことを想定されていない、レトロゲームが完全にメインになってくるため、このような仕様変更がされていることがわかります。ちゃんと変えてあるのね。些細な点ではありますが、住み分けというか、用途で使いやすさがかなり変わってくる点だと思うので、良いなと感じます。両方買う理由になるかも。背面には中央に商品情報が記載されていて、グリップ部分がつぶつぶとした違うテクスチャに切り替わっています。ネジ穴は左右に均等配置で六角です。左右には特に何もなし、RG キューブでは右側面に電源ボタンがあったので、手が当たる部分に何もなくなったのも良い点ですね。そうだったんだ。上側面には左から LHL に、電源ボタン、ボリュームボタン、USB-C、リセットボタン、ミニ HDMI、RHR に、下側面には左右にスピーカーがあり、左からシステム用マイクロ SD、イヤホンジャック、ストレージ用マイクロ SD、スピーカーは下なのね。他ハードとの比較、RG キューブと並べたのがこちら、パッと見アナログスティックの位置が変わっただけのように見えますが、実はプロポーションも変わっています。そうなの？ボタンスティックの距離も若干変わっていて、そもそも縦幅が若干大きくなっています。ディスプレイ株が若干大きくなっていて、それに伴って若干プロポーションを変えたような感じでしょうか。ほんとだ、大きくなってる。ディスプレイの位置が変わったのかなと思っていましたが、そもそも若干大きくなっていました。しかし並べて気づいた程度なので、デメリットのようには感じません。ベゼルカラーが黒になったのも大きいのかも。まあでもちょっと気になる。厚みは変わらず、グリップの感触など、手に取った感触としては変わりません。ただ重量は 20g くらい軽くなっているので体感結構違います。たった 20g で？同じく XX シリーズ、オールホワイトの RG40XXV と並べてみました。ほぼ同じ仕様、同じボタン、同じスティックで統一感があります。同じ4インチではありますが、アスペクト比が全然違うのでサイズ感もゲーム体験も全然別物です。黄ばまない。RGB30 と並べてみたのがこちら。RGB30 はグリップの膨らみもなく、カーブもついていない角張ったデザインですが、キューブ XX は丸みを帯びたデザインなのでかなり印象は違います。価格やおそらく同じディスプレイ、同程度の CPU スペックなど、似たようなバランスではありながらも全く違ったハードといった印象です。用途は同じだけど筐体が全く違う感じかな。私の思考としては、デザイン的には角張った、出っ張りがほぼないフォルムの RGB30 の方が好きですが、カラーリング
ングや質感、操作感の良さ的にはキューブ XX の方が好きです。難しいところやね。操作感、グリップはスティームデックのような膨らみがあるデザインで、重量は 245g でしっかりグリップなので、軽く感じます。グリップ背面の指が当たる部分が一部ザラザラとしたテクスチャに切り替わっていて、滑りにくくなるような工夫がされています。細かな工夫。ちなみに RG キューブは 263g、20g の違いは僕少ないように思うかもしれませんが、結構わかります。少なくなった分グリップも削ってフラットなボディにして欲しかったと個人的には思います。グリップなくても全然快適そう。ボタン各種はいつものアンバーニック、全体としてスイッチライト、ジョイコン同等のサイズ感のものが採用されています。 ABXY はつるっとした触り心地のボタンでラバー、遊びも少なくて反発力も良く、しっかりとした押し心地。ただ大きく取ったグリップのせいか、 ABXY に限らず全体的に音の鳴りが大きいように感じます。まあこんなもんでは。十字キーは XBOX コントローラーライクな円形デザイン。しかし押し心地はクリッキーなタクトスイッチではなく、ABXY ボタン同様のラバー。円形珍しいね。シーソーは可能で入力も問題なく、RG キューブよりも若干柔らかくなったような気がします。ぐるぐると回すような入力が入りやすいような感じがあります。格ゲーの入力はやらないのでわかりません。かなり好みが分かれそう。スタートセレクトホームボタンなどはカチカチとしたタクトスイッチです。アナログスティックはジョイコンのスティックと同等のフォルムや感触倒れ角度で光ります。光ってれば光ってるほど良いからね。ショルダーボタンもタクトではなくラバーの感触。軸が内側にあり、回転しながら倒れる感触です。カチカチじゃないんだ。L1 も L2 も両方ともボタンで、ここも RG キューブとの差ですね。キューブでは LDRB がカチカチしたタクト、LTRT がトリガーボタンでした。ここも変えてあるってことね。あと電源ボリュームボタンの位置もショルダーボタンの隣に来てくれたのでありがたいです。画面、ディスプレイはかなり明るめ、視野角良好、解像度も高めで良い液晶だと感じます。おそらく他の正方形ディスプレイを採用したモデルの液晶と解像度画面サイズが同じなので、同じものが採用されているのでは？と推測します。そうなんだ。 XX シリーズほぼ共通ですが、ラウンドエッジのガラスなので保護フィルムを貼りたい場合にもぴったりで貼ることができません。なるべく自然に貼りたい場合にはガラスではなく薄いフィルムを推奨します。フィルムは貼らない派です。スピーカーはフロントスピーカーではありませんが、グリップ下なので手に干渉せず、側面にあるタイプですが聞こえやすいと感じます。フロントがいいな。少し聞いてみましょう。音質は低音が弱くてこもった感じの音色で、よくはありませんが音量は大きく出せます。もう少しクリアな音で聞ければ嬉しいかなとは思いますが、レトロゲームを遊ぶ分にはこれくらいで十分でしょう。まあ十分っちゃ十分。エミュレータで遊ぶには、基本的にエミュレータを使う際には、カートリッジリーダーなどのダンパーもしくは実機を使って、ゲームイメージの吸い出しを行う必要があります。PS1 だけを遊びたいって場合は、DVD リーダープラス PC があればなんとかなるので、必要に応じて用意していきます。お約束のやつね。メニュー画面の構成、搭載されている OS はアンバーニックによる独自 LinuxOS。シンプルで左右に動かすといかにも中華ゲーム機らしい、愛情のあるポニョッという効果音、ではなくなり、ちょっとスマートな感じの効果音。UI も正方形ディスプレイに合わせて変わりました。もちろん消音可能ですし、日本語化も可能です。見た目が変わるだけでかなり新鮮だよね。左からゲームルームズというメインのゲーム一覧。 RA ゲームは見ての通りレトロアーチ。アプセンターは音楽再生や設定アプリなど。ファボライツはお気に入り。ヒストリーは過去に起動したタイトルの履歴、サーチ、セティングスと並んでいます。翻訳面白すぎる。スティックは LED で光る仕様にデフォルトでなっていて、メニューの設定画面から様々な光り方に変更できます。もちろん光るのが嫌であれば消すことも可能。さすがに眩しすぎるって。基本的な使い方。使い方はいつも通りシンプルで、タイトルを選択して起動。ゲームをプレイ中にメニューボタンを押すことでメニュー画面が表示され、中断セーブなど可能。RA から開くとレトロアーチのメニューが開きます。レトロアーチ？アプセンター内のアクスからはシェーダーのオンオフや、クイックシャットダウン機能など好みに設定できるようになっています。シェーダーやベゼルオーバーレイはデフォルトでオンになっています。このゲームの周りの枠のやつね。ボタン組み合わせによるショートカットキーも機能します。快適に使えて助かる。ゲームイメージの導入は TF1 のマイクロ SD 内の該当する各種フォルダ、もしくは別途用意したマイクロ SD を TF2 側に入れると、同様に対応するフォルダが生成されるので、そこに入れます。ゲームをプレイ、チップセットは RG35XX+ や RG35XX-H
チなどと同じなので、動作も同等です。なのでざっくり言うと PS1 までのゲームであればバッチリ動作。PSP や64もタイトルにはよるもののそこそこ動作してくれるパワフルさ。64もいけるんだ。アナログスティックが左右しっかり搭載されているので、どのハードも快適に遊ぶことができます。いいじゃん。そして何より正方形ディスプレイ。正方形に近いゲームボーイや、ピコ8、もしくはファミコンスーファミなどのゲームを、正方形ピクセルで遊んだ場合にはかなり正方形に近いアスペクト比になるので、レトロゲームとの相性はバッチリ。そして DS も良い感じに表示できたり、まあタッチパネルはついていないので快適とは言えませんが、DS は実機が一番よ。もう何度目の XX シリーズだよ、連発しすぎだぜ、とハマは普通に思いますが、この端末自体はシンプルな、オールホワイトカラーがかなり好みですし、待望の、アンバーニック URGB30 対抗馬的なハードで、これだよこれ感があります。そうなんだ。逆に言うとかなり豊富な選択肢、どれを選んでも周りと悪くなく、価格的にも買いやすい価格帯なので、もう本当に見た目で選んでいいと思います。というかそれくらいしか差がないです。システムもほぼほぼ同じっぽいしね。廉価版の RGCubeXX ではなく、RGCube を選んだ方が良いんじゃないか、とか思うかもしれませんが、Android と Linux なので完全に別物です。じゃあ両方買っちゃおう。両方買うと聞かれたら、さすがに別のモデル選んだ方が良いんじゃないか、とは思いますが、比較対象としては、XX シリーズの中で検討した方が良いと思います。おう。あとはセール時に価格で決めるとか、アナログスティックの有無で決めるとか、画面サイズが大きい方が良いか小さい方が良いかとか、セールを待ってたら次の XX が発売しそう。にしてもこの連発具合はすごいですね。本気に加えて、完全新作としてコントローラーも、自社開発して発売してますからね。モデルとなってきる、蓄電池電圧。